1975年、当時3歳だったラヒマバヌは、自然状態で生じた、天然糖ウイルスバリオラメジャーの最後の症例となった。ラヒマバヌベリウムは、天然糖ウイルスの致死率の高い変種である、バリオラメジャーに、自然環境において感染した最後の人物。彼女の症例は、1975年10月16日に、報告されたが、当時バヌは3歳で、 バングラデシュのバリサル県にあるボーラ島の村クラリアに住んでいた。彼女の症例は直ちに8歳の少女、ビキスネッサによって通報され、少女には250多かが支払われた。この症例の情報は直ちに世界保健機構の天然痘撲滅キャンペーンの責任者であった D.A. ヘンダーソンに電報で報告された。フーの医療団が到着してバヌの治療にあたり、彼女は 完全に回復した。1975年11月24日、彼女はもはやウイルスに感染していないことが宣言され、彼女の体から採取されたウイルスのついたかさぶたは、アメリカ合衆国の疾病予防管理センターのアトランタにある施設に運ばれ、数百件の他のサンプルと共に保管されている。ボーラ島の住民で接触感染の可能性があった者たちには、 全員にワクチンが接種され、島内では他に感染者がいないか探索が行われた。彼女の体から取られたウイルス株は、正式には、バングラデッシュ1975と呼ばれたが、非公式に、ラーヒマストレインとも称された。バヌは、写真を撮影させて、対価として得られる収入で家計を助けた。2009年のインタビューで、バヌは18歳で農民と結婚し、 すでに四人の子供がいると述べた。彼女によれば村人たちや夫の一族からは天然痘にかかっていたことで粗末な扱いを受けたという。ありがとうございます。